みんなのコメント見れればなって思ってやってるので、そう、なんか毎日アイドルめっちゃ目指してますっていうわけではなかったんで、まあしょうがないかなって思ってしょうがないかなって思ってしょうがないかなって思ってちょっとね、そう、時間帯がちょっとあれだったんでできなかったんですけど、まあまあ多分そう、なんて言うんだろうな、毎日ねみんなでお話できるのがただね楽しくてやってるので、だからなんか勝手に毎日これからも続くかもしれないけど、半年ぐらい続いてたまたまできないとかいう時もねあるかもしれないけど、まあ連続にこだわらずこれからもやっていこうと思いますそうということで、まあ少し多分他のメンバーより遅れたかもしれないんですけど、5枚目シングルを発売させていただくことになりました。ありがとうございます。本当に、いや本当に嬉しいですね。もうね、ずっとね出してなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。そう、もうねみんながね、そうたくさんね頑張ってくれて、そう今コメントでさ、もうおめでとうって言ってくれてるだけで本当に本当に嬉しいし、本当にありがとうございます。いやだってね、本当に今も応援してくださるみんながいるからの話なので、もうみんながいなかったら本当にシングルはね出してないと思うので、本当にありがとうございます。桃太郎は食べてないです本当に嬉しい、ありがとうございます。そうですね、シャーベットピンクっていう曲名がね、シャーベット、お、え、タワー、ありがとうございます。ありがとうタワー、ありがとうございます。ありがとうタワー、ちゃんといるよタワー、ありがとう、ありがとうタワー、ありがとうございます。ファイト、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。本当に、いやこうやってねギフトを投げてくださってることにも本当に感謝しかないんです。そう、ありがとうタワー、めでたいです。なんかもう頑張ります頑張ります。そう、シャーベットピンクっていう曲名だったんですけど、そうまだねどんな曲かはお楽しみにって感じなんですけど、なんか本当にね曲名からいかにも夏っぽい曲だなっていうのがねすごい想像できるよね。なんかそう、なんか夏っぽくない？曲名から、曲名だけ見ると本当に。そうだからすごい楽しみだね。なんか NGT でシングルの曲で、おーミラーボールイエーイ、ありがとう。はい、そう、あ、バラもありがとうございます。そう、シングルのね曲であんまり夏みたいな曲名からして曲もないし、なんかすごい新しいなって思いました。皆さんどうですか？そうそう、あ、バラまたありがとうございますね。すごいね、シャーベットピンクって、あ、なんか夏に食べたくなる感じがするよね、まあ、皆さんお楽しみにしていてください。ちょっとどこ楽しみだね。発売日が2020年の7月22日の水曜日ですね。楽しみ、え、もうないね、1ヶ月ちょっとかな。あ、すぐですね。花束ありがとうございますね。楽しみだね、すぐだね。皆さん本当に楽しみにしててくださいね。本当に本当にもうね、ありがとうございますしか言えないんですけど、本当に。あとは6月11日の19時30分から発売を記念したショールーム特番の配信があります。そちらもそうですね。あれ、なんかあれだよね、シャーベットピンクのあれめっちゃ可愛いな。ショールームにて詳細を発表って書いてありますね。なんかこの何ロゴ、これめっちゃ可愛くない？あ、
何も見えないわこれめっちゃ可愛いって思って、私お気に入りなんだこの、これすごい可愛くない？そう、これで詳細発表って書いてある。果たして何の詳細なんでしょうか皆さん、いや本当に嬉しいです、ありがとうございます。楽しみだね。11だっけ、なんて言ったっけ私今、6月11日に詳細発表となっておりますね。ねえ楽しみだね。握手会、あーどうなんですかねねえ、みんなシャーピンって訳してんの？思った、なんかシャーピンってさ、シャーペンみたいだし、そうテーピンみたいだなって思って、私も思った、それはそう、みんななんかシャーピンって訳してんのかな。いや本当に楽しみですね。皆さんお楽しみにしていてください。いやなんか嬉しいですね本当に嬉しいです。なんかもうそう、本当に嬉しい。またねどんどん自分のグループでなんか曲が増えていくっていうのもすごい嬉しいんですよね。そう、まだなんかあんまり自分たちの曲とかがなんか他のグループに比べるとやっぱり少ないから、なんか自分たちの曲ができるのが嬉しいなって思ってます。本当にもうねありがとうございます。嬉しいですね。皆さん楽しみですね。発売日とかも楽しみだし、多分どんどんいろんなさ詳細とかも多分ね明かされていくと思うんですよ。だからなんかその詳細を発表するのも楽しみだし、発表されるのも楽しみだし、なんかそのみんなのねファンの方の反応とかもなんか楽しいんですよね。昨日発表されたじゃないですか。でなんかすぐにはねメールとか送れなかったんだけど、夜にね私メール送ったんですけど、それをねそのメールの返信を今日のね昼間見たんですよ。そう、なんかそのみんなの反応を見るのがすごい楽しくて、おめでとうとか楽しみだねとか、どんな曲なんだろうねみたいな、そう、その反応を見るのがすごい好きで、だからこれからもう本当に発売日まで多分徐々にいろんなねことが発表されていくから、そのたびにみんなのねメールの返信を見るのが楽しみだなって発表された瞬間涙がね、わかる。私も本当になんか発表された時はなんて言うんだろうね、嬉しいっていうより嬉しかったんだけどね、泣くって、なんか本当に私最大級にびっくりするとね、もうびっくりする顔になっちゃうの、泣くとかじゃなくて。そうそう、本当に言葉が出なかったね、わーってマジかって思ったな。そうみんな泣けてきたって、嬉しいな。ハートありがとうございます。誰もありがとうございますちっちゃいもののカップリングとかあるといいなね。本当になんかそんなね、なんかたくさんねいろんなことをなんかちっちゃいもんでさせていただくことが増えて、そうだからねどんどんちっちゃいもんでもねたくさん、ちっちゃいもんの知名度をすごい今上げたいんですよね。だから皆さんもぜひよろしくお願いします。いやちっちゃいもんね好きなんですよね泣けてきたわあ、誰もいっぱいありがとうございます。そう、いきなり発表されてびっくりね、びっくりね、みんなすごいびっくりしてましたよ。なんか私が755とかメールとかで、その私が言うより前に755だったらコメントでおめでとうってしてたり、メールも私まだ送ってないのに返信見たらシングル発表されたねおめでとうってしてて、なんかもう本当にファンの方って、私のね勝手な想像だけど、なんかもう自分の近くの人にあシングル発売するってって言う前になんか私に喜びを伝えてくれてるのかなって思うとすごい嬉しいんですよねそう、なんかみんな例えば家族と住んでる方だったら家族にあシングル出すってみたいな、やったっていうよりも、私の
メールのね返信を書いてくれてたりするのかなって思うと、そこを書いた、さすがです。やっぱり、あ、そう、なんかね、私の755でしたって方が割と多くて、なんかもしかして言わない方が良かったかなと思った。そう、なんかオフィシャルの方で最初に知ってる方がもういるかなって感じでね書いたんだけど、なんか割と私のあの755の分で知った方が多いみたい。その755を見てえっって思ってホームページとかを見た方が多いみたいでなんかまあちょっと嬉しいけどね。そうそうそうなのね、みんな嬉しいな、ありがとう。みんなやっぱメンバーの SNS で知る方が多いのかな。どうもありがとうございます。そうそうやっぱみんなメールの返信とかにすぐ書いてくれるのかな。なんかもう本当にすごい嬉しいですよね。やっぱあのメールってあのみんなさお金を払って入ってくれてて、だからなんかすごいね。だから私もね何でも話しやすいし、そう、何そう、しかもねあれなんだよね、何でも割とね話してくれて、なんかねすごいね握手会で会話してるような感覚で、すごいたくさんいろんなこと話せるんですよ。そう、オフィシャルナナミンの配信、おお、やっぱ SNS でする方多いなだるまありがとうございます。緑のだるま、なんか珍しいですね。 Twitter のトレンド入りもしてた、すごいですね、ありがとうございます。嬉しいなね、嬉しい。いや本当にね、いや本当にあの本当に感謝しかないんですよ私は。本当にありがとうございます。そうSNS でした方多いですね、やっぱり楽しみですね。なんかこれからいろんなことが進んでいくって思うと、いや本当に楽しみなんですよね。なんか今こんな感じで全然あの何みんなさんにね会えてなくて何もできなくて、すごい家でねいつも暇してるんですよ。暇だな暇だなって今日何しようって思って、今日朝起きて、いやでもやることないなって思いながらずっとテレビとかを見てたい、うんね何もなかったんですよ。そうで、つい最近ねちっちゃいもんの DMM があって、それを楽しみにDMM を待ってたら DMM まで終わっちゃっていや本当にだからなんかこれからたくさんね多分どんどんたくさん楽しくなっていくから、なんかもう乗り越えられそうですそう、やっぱ一つ楽しみがあるだけ全然違うじゃないですか。うん、楽しみだなって思ってね、そう楽しみだなって思ってれば、多分楽しみだなって思ってシングルが発売されて楽しみだなって思ってたら、多分ねもうみんなに会えるようになってることを願ってるので、では多分みんなに会えるぐらいに多分なってるって私は予想してるので、だからそう、だからもうちょっとこの楽しみだなでね耐えられる気が私はするんですよだから皆さん耐えましょうね。そう、なんかみんなちっちゃいもんクラブありがとう。なんかこうやってちっちゃいもんクラブをコメントに出してくれてるだけで本当に嬉しい、ありがとうございます。そうそう、公演もね全然できてないから、そうあの前はさずっと公演とかあってさ、本当にね公演ってやっぱ体力も使うし、あー帰ってきたら疲れたって思って寝て、でも次の日また朝から公演で、そうなんかすごいあの時疲れたなって思って頑張るぞとはなったけど、なんかもうその疲れたなっていう忙しい日々がなんか恋しいですねそうそう、いやでも本当にね、いや嬉しいんだよ本当に。だってさこの前さショールームでさ、今度当分のメールを送るのは6月12日のお披露目の節目だねって言ってたけど、いきなりね昨日長文送ったからねね、まさかだったよね。あばらありがとうございます。そうそう楽しみだね。だからこんばんは、あばらありがとうございます。そう本当にちっちゃいもん、ちっちゃいもん本当にありがとう。なんかもうちっちゃいもんたくさん出してくれてて嬉しい、なんかみんながそう思ってくれてるだけでなんか嬉しいんですよね。
そう なんか思ってくれてるだけで本当に嬉しい。願望だけでね。そう。ああ、タコ、ありがとうございます。タコ目立つね。ありがとう。そう、長文送ったの。そう、私はね、最後にね すごいしょうもないことだけど、おお、タワー、これタワーだよね、多分。なんかでかいから多分タワーだと思うんだ。なんかタワーオブタワーになってない すごい積み重なってるタワーが。ありがとう。タワーだよね、多分これでかいから。ありがとうございます。ね、なんかタワーオブタワーになったね。なんかタワーとタワー重なっちゃったね。ありがとう、二人ともありがとうございます。多分違う方なんですよね。ありがとうございます。すごい、こんなタワーが続くことあります。タワーオブタワーだよ。まさかの同じところにね。ありがとうございます。タワーオブタワー。タワーオンタワー。タワーインタワー。ありがとうございます。よし。ありがとう、みんな。タワーオブタワー、あ、タワーオブタワー、似てるわ。似てるわ、乗り物と。確かに。タワーオブタワーね、私あんま乗ったことないんだよね。そう。ありがとう。そうそうそう。ああ、楽しみだね、みんな。発売とかも楽しみだけど、とりあえずは6月の11のショールーム、ぜひ皆さん見てください。何があるんだろうね。楽しみですね。ワクワクですね。いやー、本当にね、すごいなって思います。本当に、なんか、いや、本当にすごいなって思いますね。そう、みんなすごい、おめでとうばっかりで、とても嬉しいです。ありがとう。ね、ショールーム何発表されるのか、楽しみですね。めっちゃ楽しみ。そう、みんな楽しみにしててね。11日見てください。楽しみだね。楽しみですね。メンバーが嬉しそうな顔してること。いや、逆ですよ。なんかみんながこうやってショールームのコメントとか、さっきも言ったけど755とか、あとメールの返信とかで喜んでる返信を見ると嬉しい だから本当に嬉しい。ありがとう。いや、本当にね、もう嬉しくて嬉しくて、とてつもなく嬉しいんです。そう、なんかみんなおめでとうって言って楽しみにしてくれる。なんかあんまりさ、私もさ、なんか外とか今あんま出られないからさ、ネタとかもあんまなくてさ、なんかね、みんながね、喜んでる姿をね、あんまね、見ることがなかったの、最近。なんかもう半年ぶりぐらいにみんなが喜んでる姿を見たっていうぐらい、本当に久しぶりにね、みんなが喜んでくれてる言葉を聞けて嬉しかった 嬉しかったです。本当に嬉しかった。そうなの。そう、久しぶりにさ、こんなにみんなテンション上がってんなーって 思った。そうそう、だから早く握手会とかもやってみんなに会いたいですね。そう、なんかやっぱり直接ね、会ってよかったねって言い合いたいですね。嬉しかったねって、嬉しかったね、え、おめでとうみたいな、そう、言葉をね、会話をしたいですね ね、そう、だからみんなのね、反応を見てるのすごい楽しいんだよね。そうそう、本当に嬉しいの。そうそう 生存確認 確かにね、そうだよね それな、オブ、それな、やばい、オブが流行語大賞になりそう 嬉しいね、本当に。いやー、ありがとうございます。本当になんかどんどん楽しみが増えていきますね。本番みんなが、いや、私たちは全然です。本当に、いや、みんなの方が多分1億万倍、ん？ 1 億倍ぐらい頑張ってくれてます。みんながそれぐらい頑張ってくれたからだと思うので、本当に感謝
オブ感謝。本当に。そうそう。ね、早くみんなにね、会えるといいですね。いや。私ね、昨日寝すぎてね、そう。寝すぎてめっちゃ目腫れてたの、今日朝。めっちゃ寝たんだ。そう、昨日めっちゃ眠くてすぐ寝たの。そうなの。めっちゃ。ありがとう。いや、嬉しいね、本当に。そう、なんか昨日の昼頃に発表されて、で昨日夜ショールームしたかったんだけどちょっとできなくて、だからもう早くショールームしたいなって思ってて、今日ねやっとみんなにありがとうって言えて、ちょっとこうやってねコメント見るのがすごい楽しみだったんですよ。そう今日のね配信すごい楽しみだったの。メンバーの頑張りに比べた足元にもそんなことないです。本当に、いやいや、マジで私たちは本当に本当にそんなにファン、みんなが本当に何億倍もね頑張ってくれて、そうなのよ。いやー、いいね、すごいオブ流行ってる。そうなの、そうなの、楽しみだね、みんな。あともうちょっと5分ぐらいかな。感謝感謝、ありがとう。いや、だって今こうやってショールーム見てくれてるだけでも嬉しいですから、私は。うん、本当に嬉しい、ありがとうございます。楽しみだね、だって6月始まったばっかりですもんね。もう6月はとりあえず暇しないですよ、皆さん。6月中はとりあえず絶対ハッピーです、みんな、みんな絶対ハッピーです。6月はだって7月22だったよね、に発売だから、とりあえずそれまではもう毎日が多分ね、今日はなんか発表されるかなっていう時ワクワク感もあるしね、たとえ発表されてなくても今日なんか発表されるかもっていうワクワク感とともに共にね、あの一日頑張れるから、そう、それで発表だった日はさらにハッピーだしね。楽しみですね。うん、なんかそのね、何、到着点があるだけで本当に毎日楽しくなりますね。本当に楽しみですよ、ね、毎日ハッピー。毎日ハッピーです、もう毎日ハッピー。なんだっけ、バラありがとうございます。ハッピネスです、本当に。ハッピネスってどういう意味だろう。ハッピーです。そうですね、でも多分7月22が終わっても何かあるのかな、なんかイベントみたいなのができればそれもそれでまた楽しみですね。わかんないけどね、まだ。そう、楽しみだなって思いますね。てかもうなんか今年中はとりあえずハッピーなんじゃないかなってなんなら思います。今年中はね。いいことありそうですね、楽しみだね、みんな。嬉しい、なんかそう、自分のことじゃないのに本当に嬉しく思ってくれて嬉しいです。テラピーに自己紹介しに行きます。ぜひ来てください、たくさんショールーム来ていただいて、ありがとう、ありがとうございます。楽しみだね、みんな、ね、11日何の発表があるのかなんかよくわからないんですけど、私もね見ようと思います。みんな一緒に見ましょうね。そう、こんばんは。喜んでるだけでな、ちょっとそれは嬉しい、とても。喜んでるだけで、みんなが喜んでるだけで私も嬉しいのに。楽しみだね、ね、楽しみです。 あと5分ぐらいですね。いや、楽しみ。じゃあここで私から一つすごくどうでもいい、すごくどうでもいいこと言いますね。今日何日だっけ、6月6日でしょ。ですね、とてもとてもね、遅くなったんですけど、あ、わかんないな、今の予定です、今の予定なんですけど、できるかわかんないですけど、6月13日にね、ショールームで生誕祭やりましょう、イエーイ、ショールームで生誕祭をやろうの会をしたいと思います。ですね、私の手元に
今更なんですけど、生誕 T シャツが届いたんですね。生誕 T シャツ、生誕のマフラータオルが届いたんですよ。で、今日したかったんだけど、今日はシングルのことを話したいし、明日って思ったんだけど、ああでもちょっと日にちは変更するかもしれないんですけど、13だと誕生日からちょうど何ヶ月、3ヶ月かな、なんか節目かなって思ったんだけど、果たして13できるか分かんないから、早まるかもしれないし遅まるかもしれないんだけど、とりあえず、いや、なんならできれば私明日やりたいんだけど明日やりたいんだけど、なんか明日日曜日だとたくさん人もいるかなって、そう、なんか家にいて暇だし明日やろうかなって思って、そう、なんかね、なんかとりあえず生誕 T を着てなんかできないかなって思って、なんかさ、生誕祭を、まあ、ちょうどこんな感じでできてなかったじゃないですか。だからミニ生誕祭みたいなのをやりたいなって思って、なんか何しようかなって今考えてて、明日みんなと考えようかなって思ってるんだけどね、そう、本当に公演みたいな感じで生誕祭みたいな感じがしたいんですよ。全然言葉は分かんない。だからきっとできるか分かんないけど、パーティー公演の、まあ、3曲ぐらい、パーティー公演の中から3曲ぐらい踊れたら踊って、踊れたら踊って、あと、いや、どうしよう、何があるかな、3曲じゃ足りないか、もうちょっと何曲か踊れたら踊って、あとみんなにお手紙を読もうかなって思ってます。そう、でも生誕祭ってそれぐらいかな。あ、ママからのお手紙は本物のね、生誕祭とかでやりたいなって思ってるので、だから私がみんなに向けて、しっかりした生誕祭でしっかりした分をやるから、ミニお手紙、本当にミニ生誕祭なので、バリバリはやらないです。本当にミニでいきます。だから、ミニお手紙。ミニ、だから、あ、30分じゃないです。本当に1時間半ぐらいやろうと思ってます、それは。ミニお手紙。とですね。あ、でもやっぱり、そうかな。13日か13日以降かなって思ってます。そう。だからプチ生誕祭、あ、ケーキ買ってこようかな、私も。そうだね、みんなでケーキ食べよう。じゃあその日みんなもケーキを用意しといてください。私もケーキ用意しとくね。みんなで食べよう。だからそれを開こうかなって思ってるので、明日なんか何の曲踊ってほしいですかとか聞く会をするかもしれないです。だから明日30分じゃなくて1時間ぐらいやるかもしれないです。午前中かな、昼間、午前中に多分明日は11時から12時とかの1時間で、みんなにその私のミニ生誕祭でやってほしいことをみんなにとお話しして決めて、13日か13日以降、まあ時間がある日にミニ生誕祭を開こうかなって思っております。よろしくお願いします。何ケーキがいいか、私ね、タルトが好きなんですよ。でもタルトを近場で買えるのか問題があるので、何ケーキになるかわからない。でもタルトが私は大好物なので、タルトが用意できる方はぜひタルト。楽しみだね、みんなでケーキ食べて、あと生誕ティーも皆さん来てくださいね。見えないけど見えないけどね、私、そう、生誕ティーと生誕ティーのマフラータオル、あと缶バッジもあったかな、が届いたので、はい、皆さん、私もね、それを着て生誕祭やるのでよろしくお願いします。楽しみですね、また楽しみが増えましたね。忙しくなりますよ、6月は。皆さん楽しみにしていてください。ということで、私からのミニ報告でした。ということで、ありがとうございます。時間だよね、もう。あ、2分過ぎてた。ありがとうございます。皆さん、シングルも、ちょっと最後生誕祭の話してきれいにまとまっちゃったんですけど、シングルもね、5枚目シングル、本当に改めてありがとうございます。本当にみんなのおかげなので、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。はい、まずは6月11日のショールーム、なんだなんだショールーム、公式の方のショールームかな、
そちらを見ていただいて、まあそれで発売を楽しみにしていただいて、まあ、あの発売13日か13日以降にセラヒナミニ生誕祭を開ければなって思っているので、それも明日多分11時から12時でショールームやるので、その時にみんなで打ち合わせしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。あ、タワーくれた方2人ありがとうございます。タワー嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。タワー、ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。